ということで、今回は五三川にやってきました。で、メインで使うタックルがこの話題のテレキャストを使って中部のね、代表的なフィールドを攻めていきたいと思います。まあ、なんとかね、ビッグベイト専門のロッドと、まあ、フィネスも扱えるロッド、この2本で攻略していきたいと思います。マイクロダッチでちょっとやっていきます。この謎の濁りの中におるやつを信じて出ると思うねんけどな。これで今は2時過ぎとかですね。うわー、出るかと思ったけどな。これで一匹釣っときたいな、この周辺で。伝説のブラックバス出てこい。よっしゃ、出た。オッケー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 よ、オッケーよ、第1号。オッケーオッケーオッケー、もういっちゃろう。オッケーマイクロダッチできました。でやっぱりこの泡が魚からしたらすごい格好の隠れる場所になって、まあ、この稲子っぽいのがすごいいてるんで、早めのトゥイッチでやってると出ました。テレキャストの 65L で来ました。やっぱりこのゆっくりでもいいんですけど、今やっぱベイトの動きも結構早いんで、これぐらいで逃がしてあげないと、この時間帯昼間とかってもうそもそも区域がだいぶやる気なくなってるんで、ゆっくり通ると多分もうバスも追いかけないんで、もう早く動かしても本能的に食わすために早いトゥイッチでやってます。その代わりバイトミスがあったりとかあるんですけど、それでもやっぱりこの時間帯ってなかなか食わないんで、それでも強制的にスイッチ入れれるから、やっぱこの釣り方はすごい効きます。よっしゃ、出ました。今出ました。やっぱりでも岸際に投げないと出ないですね。惜しかった。ちっちゃいんかもしれないですけどね、こんだけかからない場合は。泳いでたやつが結構ちっちゃかったんで。惜しかったな。だからね、この時間帯からバイトもちょっと激しく出ないんですよね。もっと夕方になるとバイトが激しくなってくると思うんですけど。友達の佐々木くんが作っているエビ系、虫系、ワームのトゥイッチに変えます。まあ、食ってるのはイナコなんですけど、まあ、エビもいてると思うんで、こういうのでやっていきたいと思います。横からできてブワーンって食ってほしいですけどね。おっ、よっしゃ、来た。
メラマンさんに激突しました、思いっきり。このサイズはだからすごい、カスが先に食っちゃう可能性もありえますけどね。はい、ついに発売になります。テレキャストになりますね。振り出しのロッドになります。で、スピニングベイト1機種ずつ、販売となります。で、テレキャストって何なのっていう方もね、結構多いと思うんですけど、以前、アングリングバスさん、雑誌ですね、とレジットデザインと僕の、トリプルコラボで出した、ロッドがこれの前にあったんですけど、それがですね、すごく好評で、一瞬で販売が終了してしまったということで、その時はね、本数限定だったんですけど、今回は、流通版でついに発売することになりました。それをね、しっかりと1機種ずつ、解説していきたいなと思います。以前のテレキャストが出たのが、2、3年前だったんですけど、当時のその時の僕の心境だったり置かれてる環境もやっぱ変わってきて、その時のロゴでいいのかっていうのをね、ずっと悩んでて、急遽最後の最後になって無理を言うて、変更させていただきました。これもすごいパターンを出してもらって、このパターンにさせてもらいました。このテレスコの出てる感覚とキャストの振り抜け感がこのロゴですごく、再現されてると思います。本当にここまでこだわって作って、もうテレスコロッドの最高峰と言っていいね。本当にこのテレキャスト自体も本当に唯一無二と言ってもいいかもしれないですね。テレキャストの僕のこだわった一つの大きな要因、こちらです。カラーリングですね。この独特なおかつ斬新なこのね、色合い、もうこれを選ぶのもね、相当時間かかったんですよね。最初はね、青とかね、以前、コラボさせていただいた時の緑っぽいのをね、色やったんですけど、もうね、色って無限にあるんですよね。で、こう本で見てて、紙で見てても色合いってやっぱわからないので、今回ね、10色以上試したんかな、ブランクスにしっかりと色を乗せていただいて、しっかり光に当てたりとか、部屋の中で見たりとか、もうすごく、自分のテンションが上がるような色合いが僕の中ではこの色になったので、今回このね、色を採用させていただきました。もうすごくね、所有感も僕の中では高くて、誰も持ってないような色合いなので、すごくお気に入りのカラーになってます。で、あと、なんでこんなに竿があって黒じゃなかったのか。どうしてもね、黒ってすごくシルエットがね、はっきりするんですよね。でもこの色を使ってると、やっぱりおかっぱりとかだと結構景色に馴染むかなと思って、魚から見ても、まあ本当にもう気分なんですけど、こう緑で釣ってると魚から見た時に黒で棒があるより、こういうね、馴染みカラーを使ってた方がいいんじゃないかっていう、まあそういうね、釣り人目線なんかでもこの色を選ばさせてもらいます。本当に気になるか、魚から目立つか分かんないんですけど、多少なりとはね、真っ黒血気よりね、絶対にこの色の方が下から見た時にね、目立たないと思うんで、ちょっとはね、魚の警戒心を和らげてくれるんじゃないかなっていうのがこの色合いになります。こういうはもうちょっと後かな。この距離で出たら怖い。今もちょっと一発出たって、ここ引き分けはちゃんと、そこまで出たってそんなめっちゃちっちゃくなかったと思うんですよ。初日終了しました。賑わってましたね今日も。一応、ビッグベイトスピニングだ、今日は割とスピニングでやってて反応良かったんで、明日実際、ビッグベイトも混ぜてスピニングも混ぜて一匹ちょっと
いいサイズ釣れたらいいかなと思います。それではご飯に行きましょう。はい、おはようございます。2日目です。今日もテレキャストを使ってね、五三川のブラックバスさんを攻略していきたいなと思います。お願いします。よっしゃ、でかい、でかいよ。これは取らんとあかんね。あー、ちょっとね、足元降りるか迷っちゃったんですよ。仕方がない。食うとこ見えた？映らなかったですか？食うところかかってなかった、かかってなかった、針出てない。まあでもいてるってことですね。でかかった。オーマイギャー、ルアーの読み当たったんですけどね。ちょっとビッグベイトやったらちょっと無音になってしまいますね。あの集中しすぎて。こっからでもあまり打つところがない。もう一発上ぐらいまで行ってもいいかもしれないけど。おはようございます。ダメっすかね。ダメな気がする。はい、ですね、こちらがベイトモデルのテレキャストになります。7フィートの XH 4オンスまで背負えるロッドになってます。僕のね、動画なんか見てくれてる方だと分かるんです。すっごくねビッグベイトが好きで、投げる機会が多いんですけど、それに、特化したロッドを作りました。まあもちろんね、扱いやすいのはもちろんなんですけど、テレスコロッドでなかなか4オンス投げれるロッドで多分なかったんですよ今まで。まあそこね、なかったので、そこも狙って作りました。この大きめのね、径にしているので、その結び目なんかもサンって出ていってくれるので、 P セッティングなんかでもすごく扱いやすい仕様になってます。でガイドの量、パッと見多分テレスコロッドにしては相当多くなってます。特にこのベイトモデルなんですけど、それはなぜかというと、もうテレスコ感をやっぱなくしたかった。テレスコの機能性はそんなに置いた状態で、ワンピースにも引きを取らないような、デザイン、使いやすさを求めたんで、もうワンピースと同じぐらいのガイドの配置にしてます。ワンピースと同じようなね、しっかりとした曲がりをこれで出せるようになってます。だからね、結構ガイドが多いっていうところも結構意味があります。で、このグリップですね、グリップの長さも結構微調整させてもらって、最初はね、これよりもうちょっと短い 1cm、1.5cm ぐらい短いモデルだったんですけど、どうしても大きなものを振りかぶるときに
短すぎると、投げにくい、長すぎても引っかかるっていうのがあるんですけど、もういろいろなビッグベイトを投げて、もう相当悩んで最初2回もうすごいサンプルも出したんですけど、あの最終的に 1.5 センチくらい伸ばして肘のちょい上、キャストする時もしっかりとこの振りかぶりを出せる長さ、操作する時にも邪魔にならない長さをこちらで設計させていただきました。こんだけ使えるってことはもう本当にね、現代のバスフィッシングビッグベイトからある程度のルアーまでから超バーサタイルなテレスコロッドになってます。ここまで幅広い、4オンスまで使えるテレスコロッドは本当にないと思うんで、ぜひね、この使用感を体験してもらいたいなと思います。ラチェット小突きアクションで、よっしゃよっしゃよっしゃ、あ、擦れてる擦れてる、怖い怖い怖い、ゆっくりやります。ちょっとね、今擦れちゃったんです。この橋の下とか何もなかったらいいけど、あやばいやばい、あやばいやばい、だいぶやばい。いや、だいぶやばい。うわ、めっちゃ走る。え、なんで？うん、でかいと。ちっちゃくはない。うわ、めっちゃでかい。待って待って。想像以上にでかい。あ、でかいでかい。あー、入って入って、よっしゃ、テレキャスト来ました。ちょっと今ボイルしてたんですよね、沈みよし。いや、今ちょっとボイルしてたんですけど、でさっきまであの水面系で刺さってもめっちゃ反応悪かったんで、沈ませたらもうトゥーンって入りましたね。ちっちゃいやつはワーム嫌だったけど、こいつはテレキャスト良かった、めちゃめちゃ慎重にやって良かった。いました。ちょっともうちょっと釣れるように頑張ります。はい、もう一本はスピニングになります。これはもう超スタンダードなロッドになります。どうしてもね、もうベイトもスピニングもそうなんですけど、年から年中使う、もうフィネスも扱いたい、プラグも扱いたいっていう方も迷わずこの一本持っとけば旅先どこでも活躍してくれると思います。本当にね、細い糸 P セッティングなんかもさせてもらってるんですけど、まあ、P セッティングなんかもできる現代の、バスフィッシングなんかにも対応できるような、ロッドの作りになりました。3ポンドから6ポンドのラインが使いやすいんですけど、 P で言うたら 0.35、0.45、 そしてリーダーを4ポンド、5ポンド、6ポンドつけてもらうと飛距離がさらに増します。この、ロッドで使える、プラグなんですけど、まあ、ワームですね、もうオールラウンドに何でも本当に使えるロッドになってます。ノーシンカー、もうワッキー、ジグヘッドワッキー、ミドスト、プラグ、表層、トップウォーター、ミノー、もう本当にあのシャット何でもできると思います。もう本当に癖がない、誰が使っても扱いやすい、しかも P ラインも使える。近年のね、バスフィッシングシーンの流行っている軽いもの、P セッティングなんかにもしっかりと対応してくれてる、ロッドになってます。イナコはね、いてるっすけどね。まあ、一応こういうコーヒー重慶なんかも使えます。
すんねんけど、そんなつれ。あ、よっしゃ。どうだサイズは。オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケー。オッケー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 。まあちょっとここで作っておきます。いてましたね、なんやかんやで。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。元気元気。よいしょ、ほい。やっぱコーヒー重計で、ちょっとやっぱ奥に打たんとダメですね。今もちょっと手前に落ちてたんですけど、もう一個奥に入れたろうと思ったら、やっぱりホールですごく食いましたね。やっぱり人よりちょっと奥に入れてあげると釣れますね。はい、まあこのトゥイッティトゥントゥンアクションなんですけど、まあ投げてもらって、あの表層だけ探ってくるときはもう素早くペペペって逃がしてくるんですけど、今みたいにこうプレッシャーあるときって、なかなか水深あるところだったから魚浮いてきにくいんで、やっぱり沈ませるときは沈ませて、ピピピッと動かすときはピピピッと動かす、投げてもうすぐチャ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 って動かす。で糸とのバランスで合わせ切れもあるんで、ちょっとドラグは気持ちこう緩めでやってます。これが結構重要で、どうしてもバーンって出たら反射的にガーンって合わせちゃうんで、それだけちょっと怖いなっていうのがあるんで、まあ言うてもロッド自体が柔らかいんで、まあ、あんまバイト弾くってことはないと思うんですけど、まあこのちょうどいい柔らかさがアクションのしやすさと取り巻きのしやすさが両立してるかなって感じですね。はい、これで出たらでかいでしょうね。はい、お疲れ様でした。いや、テレキャストの実況でね、強い釣りと弱めの釣り、1本ずつ、やりきりました。あのね、いろんな良さがね、動画で伝わったかなと思うので、ぜひ、近々発売のこのテレキャスト、皆様よろしくお願いします。カメラマンさんもお疲れ様でした。皆さん、また違う動画で会いましょう。